d p i x とは、ドイちゃんこと、ドイアツ氏が開発した、Microsoft Windows 用の256色モード専用グラフィックソフトウェア。1990年代後半に、Windows 環境で広く使われていたフリーのグラフィックソフトとして、またユーザーコミュニティの盛り上がりに関しても、ピカシアと双璧を成した。1990年代前半、 PC-98 において、マルチペイントやマグロペイントといったソフトで、マグ形式の256色ないし16色の CG を描くというのが、一般的な CG の制作スタイルであり、機能的に厳しい制約の中で、見栄えのする CG を制作する技法も長い蓄積の中で検算されていた。Windows95 の登場によって、一般の PC ユーザーにおいても、 フルカラー CG の制作が可能となりつつあった時期でも、旧来の CG の描き方にこだわりを持つユーザーが多く存在した。また、ナローバンド時代は制作した CG をパソコン通信などにアップロードする際、電話回線の通信料金を節約するために、画像のサイズを大幅に落とす必要があったが、フルカラーの画像を256色に非可逆、 圧縮するよりも最初から256色で描いた方が綺麗であったこともあり、Windows 95対応の256色専用グラフィックソフトに対する大きな需要があった。1996年 d p i x とはマルチペイントスーパーキッドアルファというコンセプトで開発される。当時いくつか存在した Windows 用256色専用グラフィックソフトの 中でも Dpix とはフリーでありながら使いやすく、また作者自身が CG 投稿コミュニティサイト CG アーティストギルドを用意したこともあってマグロペイントやマルチペイントからの乗り換えとして当時 CG ネットワーカーズと呼ばれた CG 制作者たちに広く使われた。フルカラー前世紀においてもアニメ塗りをする分においては256色で十分用が足りたため、 特にアニメキャラクターの CG 制作において強みを発揮したがフルカラー CG の制作技法の研鑽とともに256色という環境は CG の制作環境の主流からは急速に外れていく。1999年米ユニ出社による GIF 特許問題が起こり特許料を払えないフリーソフトやシェアウェアにおいて GIF 形式での保存が直接にはできなくなった。旧来の CG 製作者は、マグ形式の代替として、同じ256色形式の GIF 形式を、掃除で使っていたため、GIF 形式が使えないということは、d p i x とをはじめとする256色専用グラフィックソフトに、とって特に大きな板手となった。もっとも、その頃までには、 旧来の CG 制作者の多くがフルカラー CG に移行しており、また新規に CG に触れた制作者たちは、初めからフルカラーに対応したピカシアやオパンキャンビスなどのフリーソフト、もしくはフォトショップやペインターといった市販ソフトを利用するようになっていたため、256色しか使えないという制約のある D-Pix とは次第に使われなくなっていた。そのため、 フォトショップペインターアルファというコンセプトで、トゥルーカラー対応のトゥルーピックスとなるソフトを開発する予定が、作者のサイト上で告知されていたが、完成を迎えることがないまま D ピックスとは、その役目を終え、作者のサイトも閉鎖された。ソフト自体はベクターにて公開されたまま残っており、絶版を避けたため、作者の権利も生きている。2000年代に入った後も使いやすい。 ピクセルエディターとして根強い人気があったが、ピクセルエディターとしても、エッジなどにその役目がとって変わられつつある。ありがとうございます。